みなさん、こんにちは。ミルシル学ぶ福島ドクターズ T. V. ナビゲーターの中川久美です。さて、癌は恐ろしい病気ですが、種類によって。進行が遅い、治りやすいなど、さまざまな特徴があります。今回は、多くのがんの中から、こちら。大腸がんを取り上げます。 大腸がんになる人は急激に増えていて、日本では毎年10万人以上が新たに大腸がんになり、4万人を超える人が亡くなっています。女性がかかるがんの中では、亡くなる人の数が最も多く、男性では肺がん、胃がんに次いで3番目に多いがんでもあります。大腸がんとはどんな病気なのでしょうか。 大腸は小腸で消化しきれなかった食べ物を分解したり水分を吸収したりして残りかすを便にする働きをしています長さは1.5メートルから2メートルほどで結腸と直腸の2つに分けられますがんは大腸の中でも肛門に近く便を長い間ためておく 直腸と S 状結腸にできやすいと言われています郡山市の総合南東北病院院長で外科の寺西康先生にお話を伺いましたなぜ大腸がんになる人が増えているんでしょうかそれはですね、えー、食生活の欧米化だと思うんですよ アメリカではですね日本ではですね昔は食物繊維を多くとっていたんですけれども最近はその食生活の欧米化によって、えー、高脂肪食、肉類とかですねそういうものを食べるようになって肥満体質になってそれがその大腸がんの発生につながっているんだと思います。また お酒をたくさん飲むことも大腸がんの発生に影響があると言われています。こちらはアルコールの消費量の変化を表したグラフです。昭和40年からおよそ30年の間に2倍以上に増えています。その他、タバコや運動不足などの生活スタイルが 大腸癌が,が増える大きなリスクと考えられています。身内の方に大腸癌の方。誰もいないんです。うちも父も母も。あの、ちゃ寿命を全うしてるてい、ね。まあ、八十九十まで行きましたし。獅子閣まで。はい。誰もいないです。弟も違います。身内の方に。大腸癌の方っていうのはいらっしゃいますか。はい、いや、いないです。は,<ー>はい。 そううするとと大腸がんっていい病気についてはもも考えたこともな,いないです、ねはい、家族など血縁関係がある人に大腸がんの人がいると体質的にかかりやすいという傾向はありますが大腸がんは生活習慣が要因となって誰もがなりうる病気なのです。 大腸がんは別の場所に転移してしまうと治療が難しくなりますが、大腸の中にとどまっている段階では高い確率で治るのが特徴です。どんな病気にも共通することですが、大切なのは早期発見です。大腸がんには便に血が混じる、便が細くなる、お腹が張る、 便秘と下痢を繰り返すといった症状がありますが早期のうちはこうした症状を自覚することはほとんどありません大腸がん検診の基本は便鮮血反応と呼ばれる検査です大腸がんには大腸の粘膜にポリープができてそれが癌になるものと粘膜に直接癌が,ができる2つのタイプがあります 初期の癌は盛り上がったタイプが多いため、便が通過するときに擦れて便に血液が混じることがあります。そこで便を採取して血液が混じっていないかを調べることで、癌などの病気がないかを推測するのです。癌やポリープがあっても必ずしも出血するわけではありませんし、出血していても。 その時に出た便に血液が混じるとは限りません。早期発見の可能性を高めるために便の採取は2日続けて行います。肉や魚を食べた後、その血液が便に混じって反応するということはないんでしょうか。昔はですね、その動物の血液とか、あとは野菜に含まれる鉄分などにも。 反応してしまったので検査の前には食事制限が必要だったんですねでもですね今は新しい便の検査方法が開発,開発されましたのでその人の血液にしか反応しないようになっているんです便鮮血反応は大腸がんを見つけるための手軽な検査方法ですが受けている人は決して多くありません 福島県の大腸がん検診の受診率はおよそ29全国平均はやや上回っているものの残りの7割の人は全く受けていないのです有症状といいましてちょっとお腹の調子が悪いとか、うんえー、何か症状が出てから病院に来てがんが見つかると。 やはりある程度病気が進んでいる場合が多いんですねだけど検診で見つかったがんは特に大腸がんを早期で見つかるということが多いんですよ。何がきっっかけででやっぱりあの市の検検査ですね保健所の検査ではい。便<ー>、はい、検査だっ,だったんですけども2本取ったうち1本にあるっていうわけで。へ 便の検査はもう定期的に受けてらしたんですか。はい、いやいやこの内容いなかったんだけどこの今度た対は過ぎたら去年ね。去年。えー、えー、ちょうどねめっかかって。良か,、ね、かったです。いや良かったです。はい。皆さんがお住まいの市町村でも大腸がん検診を行っています。 300円から500円ほどの自己負担で受けることができます無料のところもありますので詳しくはそれぞれの市町村に問い合わせてみてください検査で血液反応が出た場合は大腸カメラを使った検査を行います決して楽な検査ではありませんが命には変えられませんこの後詳しくお伝えします お尻からカメラを入れて大腸の中を直接観察する大腸内視鏡検査は便がある状態では検査ができないため2リットルの下剤を飲むことから始まりまりすスポーツドリンクを薄めたような味でこの下剤を飲むのがつらいという人も少なくありません。 およそ2時間かけてゆっくり飲み飲み終わったら便が透明に近くなるまでトイレに通いますそしてお尻に切れ目が入った検査用のパンツに履き替えたらいよいよ検査開始です大腸カメラ初体験という方の検査が始まりました お腹にカメラが入ってきますカメラと一緒にお腹に空気も入りますのでお腹ちょっと張った感じがします、ね、ちょっとお腹張った感じしますけどなるべくね、辛くない工夫しますので、ね、緊張を和らげるように医師が優しく声をかけます大腸カメラは胃カメラより少し太いだけで構造はほとんど同じですカメラは

いかがでした思ったよりあの特別違和感もなく、あのそんなにつらいあの診断でなかったので、え<っ>何の問題もないですよって、っ今言われて、かったですねええそうですね、安心しました、気分的にもあの体的にも、本当、軽くなりましたね。はい 大腸カメラっていうのは、やっぱりなかなか勇気が出ない方もあの大腸のカメラって、あのー、怖いっていう噂が広まってると思うんですよね、で痛いとか怖い、ね、あとはやっぱりそのお尻という恥ずかしい、ね、場所ということで、やっぱり抵抗感は多いと思うんですが、実際に、あのー、それほど痛いという患者さんは決して多くはないんですよね、医師によってもね、その技術の差っていうのは多少があるでしょうけども。 やっぱりあのこういう増えてきてる病気特にその命を取らえてしまうかもしれないが、ね、んという病気をその診断するためにはそこはやっぱりこう頑張って受けてもらった方がいいんじゃないのかなというのが、ね、西野先生は便の検査でたとえ陰性になってもがんはないとは言い切れないので40歳以上で 身内に大腸がんの人がいるような場合は内視鏡の検査を定期的に受けることを勧めると話していましたまた便をするときに出血しても痔だと思って放っておく人がとても多いということです出血をする便秘や下痢が続くなどの症状がある場合は必ず内視鏡の検査を受けるようにしましょう続いては 大腸がんの治療は手術と抗がん剤そして放射線治療が基本ですこれらをどういう順序でどう組み合わせるかは症状によって変わります中心になるのは手術で早期であれば内視鏡でがんを切り取りますポリープ状に盛り上がったがんは根元に スネアと呼ばれるワイヤーを引っ掛けて電流を流して焼き切り癌を取り除きます。盛り上がっていないタイプの癌は癌の下に液体を注入し、少し盛り上げてから電気メスで剥がす方法もあります。また、癌が進行している場合、以前はお腹を切り開く手術しかありませんでしたが、最近は？ 体の負担を考えて、お腹に5箇所ほどの小さな穴を開けて、そこから内視鏡や器具を入れて手術をするケースが増えています。さらに、ここ10年ほどは薬の進歩も目覚ましく、治療効果の高い薬がどんどん開発されています。 はい、も,うもう切る前って言われたら何の症状もない何のあれもない、うん、だから自分で信じられなかったですね最初言われた時には「夢を見てるんじゃないか」って自分が早めに今見つかってよかったと思っていますがが終わって今、はい、今いかかですかいや今はね。おはんも食べられし 全然そのあれあれどがないです。<ー>ええ、じゃ普通の暮らしができている,、はい、でいるよう、えー、はい。少し農家やってるもんだから、はい、農家を喜んでばあちゃんと <laughs> 二人やってます。えー、<laughs> 大腸がんの治療はものすごく進歩しているんですね。えー、そう思います。 今までだったら絶対手術だったというものが内視鏡で取れるようになりましたお腹を大きく切らないで小さな傷で治せる時代になってきていますそれと肛門に近い直腸癌の手術ですが10年前だったら人工肛門にしなければならなかったんですけれどもまあ現在は半分以上の人は人工肛門にならなくて済むようになりましたその他 患者さんに合った治療方法がいろいろありますから病気にあったからといって諦めないで頑張ってほしいと思います大腸がんは早く見つければ治すこともできますし発見が早いほど治療の選択の幅も広がりますそのためにはまず消化器内科や消化器外科で検診を受けましょうねなお大腸がんに関する情報は 読売新聞の医療サイト、読みドクターでもご覧いただくことができますぜひご覧くださいそれではまた来月、お目にかかりましょう次回は、日本人の5人から7人に1人はかかると言われる皮膚の病気体調方針がテーマです新年1月20日日曜日、昼12時45分からの放送です 医療サイト読みドクターの記事を紹介する読みドクタープラスこれから年末にかけてノロウイルスによる感染性胃腸炎や食中毒年明け以降はインンフルエンザ患者数が急増します特に体力や免疫力が低下しているお年寄りが感染すると生命に関わることがあります家庭でのインフルエンザ予防はやはり帰宅時のうがいと手洗いが一番。 アルルコール消毒が有効なので市販の消毒液を使うのも良いでしょうまた咳やくしゃみが出る場合は家庭内でもマスクをして感染経路を断ちましょうノロウイルスにはアルコール消毒は効かないので手は石鹸でよく洗いましょう牡蠣など2枚貝は85度で1分間以上加熱して食べましょう家族が協力して冬を元気に乗り切るノロウイルスインフルエンザの対策も 読みドクターのサイトでチェック福島ドクターズ TV。